はい、ひとつきまわさ清水です、えー。本日はですねちょっと小池百合子という政治家の裏切りの歴史これをですね振り返っていきたいなというふうに思っていますで本日ですねあの、まあ、最近ね「文春」で取り上げた文春法がですねあ,のありまして小池百合子元側近小島敏郎激悪公職選挙法違反で刑事告発っていう。 これがありまして、で今年の2024年7月の都知事選参戦が確実されていた小池氏の経歴詐称疑惑再燃ということで、これを、ね、あの言った人がです、ね、この小島敏郎さんという、東京大学法学部を国家公民試験第3位、ねえー、通っていて、在学中に司法試験まで通って大蔵省の誘いを断って環境庁に入所というです,、ねまあ、すごいあの、まあ、秀才なんですよ。 でこの小島敏郎さんがね裏切られたあの最新の「裏切られ人間ニュー」っていう感じなんですけどまあ他にもですねかつての名優ということでは、えー、弁護士の若狭勝さんこの方、まあ、よくコメンテーターとして活躍されてい,る、はいね、いますよね。でもっと言うと小沢一郎さんこの人も小池百合子にあのはしごを外されてですねブチ、えー、切れたと。 いう,ふうなあの人でもあるし、まああのまあ、この小沢一郎さん含めてですねあの立憲民主党ができるきっかけにもなったね「排除、はい、します」とかっていうふうに言って、ねあのえー、と当時の代表だった枝野とかあと,、えー、と福山さんとかをねこう一気に裏切ったりとかで最近あの新たな物証をね小池百合子の学歴詐称問題で出した都議の上田玲子さんという方。 でこの人ももともとは小池百合子と一緒にやっていたのにもかかわらず最近あの小池百合子の,あの、まあ、リーク情報があったからそれをブログに公開すると。もうなんか小池百合子っていうのは裏切り裏,、まあ、裏切って裏切られて裏切って裏切られて裏切って裏切られて,て,られてなんかもうそれの連続なんですよね。でもこういうい 要もまあ、ここまで裏切って裏切られて裏切って裏切られてね、なんでこんなにこの人人気あんのっていうところとか、まああと、おまけでですね、最近裏切ったといえばやっぱり大谷翔平の元通訳の水原一平だろうと、でこれもなんか文春法が炸裂しておりましてですね、なんかあの、大谷マネー、20億、24億円はカリブ諸島に消えるっていう。<laughs> カリブ諸島。 なんじゃさ海賊にでも盗まれたんかいっていう感じなんですけどまあなんか実刑14年食らうんじゃないかっていう話も出てきていてですねまあ24億だとね結構きついっすよねこれはいいねまあなんとなく肌感覚でも10年以上は食らうかっていう肌感覚あるよね、うん、いやあるあるあるちょっとね、うん、だって14年かはいあの最近ね 13年くらったのはいただき女子リリちゃんね。あのこの人1億5000万円騙し取って、まああのー、13年ですから、まあ、そこまでだとなんかお釣ちょっと暴いて、ね、<laughs> いただき女子リリちゃんは親に結構まあちょっと まああれでしょう何人からもらでしてて引っ張ったけどどうしてそれを引っ張ったのかっていうとまあホストに見ついたからなんだがなんでそんなコスとはまったんかっていうと実は生まれがものすごくかわいそうっていう、うん、のとかいろいろあるんだけどちょ,ちょっと1億5,000万引っ張って13年あの大スター大谷翔平から2四億5,000万引っ張って14年かもっていうのはなんか。 ちょっとねちょっと日本とアメリカの差はあれだわただもういただき女子リリちゃんなんかもうどうでもいいう、ね、もう見,見ざらいっもどうでもいいもう小池百合子は超一ゼロなんですよ今のところ <laughs> <laughs> なんでこんなに強いの小池百合子やっぱり強いから小池百合子なんだよいやなんか落雪的でさあれだけどさこいつマジすげえよな本当にああねえ うーんと女斎藤, <laughs>、えー、藤道さんというのはですね岐阜県のまあ、一地方ねを治めていた、えー、人間がおりまして戦国大名でございます。マムシの道さんとこう言われていて織田信長の,あの娘さんが織田信長と結婚しただから織田信長の義理のお父さん。 ただあのマムシのお父さんはすげ実際のところですねじあの息子の斎藤義達に裏切られて滅びますので、うん、だから小池百合子はですねまあ息子いないんで、うん、ってことは滅びないマムシのお父さんじゃそう考えると怖いですね <laughs> マムシがおばさんだけど <laughs> いやいやいや,いやあマムシのお父さんってさお,おじさんとかじゃなくて名前だから斎藤お父さんだから。 しかも斎藤なんとかかんとかかんとか父さんだから、うん、だからまぶしのユニコですよまぶしの大バハン違うまぶしのユニコああ怖いよ本当にすごいよいやここまでいろいろとさ、うん、やなんかいろいろねやってるやって渡り歩き、うん、しかもその間中潰れずうん、うん ステップアップしてきたわけでしょ。ステップアップ、うん、してきたわけでさ。いやー、本当女同さんとか小林、小早川、いろんな意味があるよね。あ<る> 小林俺たちはずっとあの2021年は小早川秀明に行ったってや小早川秀明はえー、っと関原の戦いで石田三成側を破るきっかけとなった最初は石田三成側にいたんだけども、えー、松山に陣取っていて裏切って徳川側に着いたとうんそのその,その小早川秀明そう俺たちずっとそう言ってたわけじゃない、はい、でも裏切らなかったから五輪中止ですぐに駆け,駆け下りてこい 残念ながら裏切りませんでしただから民衆の期待は裏切らないあじゃ裏切る,裏切るねっ、うん、代わりにあの側近も裏切るっていうですねだってこの小島さんとか若狭さんとかさ上田玲子さんとか小沢一郎とかさ、うん、かつてはさ共に頑張ろうっって言たた人たちなんだよあよあねそういう人たちをさなんか軽々しく。 笑顔で踏みにじる神木ゆりかって怖すぎるでしょななんでん,なでん,なんででそこときのやっぱりねあのー、彼女のことを知ってる人っていうのはみんな言うよね。うん、彼女は自分に得になる人としか付き合わない。でこの人はもう役に立たないと思ったら平気で切ってしまう。うん、でもあとはもうペンペングさんも生えない。 いう感じ。もう本当にそういう人なんだよって。みんな口、みんなが口を揃えて言うのはそういうことだよね、やっぱね。うん、本当それってすごいと思うわ。そうやってでも生き残ってきて、生き残るだけではないのよ、だから。うん、本当に、はい、あ、おちゃんそこは邪魔。本当に、ホップ、ステップ、ジャンプしてきたわけでしょそうよ。うん。 まあ、あのー、国会議員を辞めてから都知事になった人っていうのはもちろんいっぱいあ、ごめん、知事、県知事になった人もいるし、また逆もまたいるんだけれども、やっぱさ、知事ってすごい権限が大きくってで、予算も大きいしね。で、うーん、でもほら、国会議員ってさ、例えば2回とか、あれぐらいこう、幹事長までやれや別として、小沢さん。 そうでないとさ、あの、一人一人の権限なんて全然大したことない。でもそれに比べたらやっぱり知事ってすごい。決裁権限あ、うん、で、その知事の中でも頂点を極めるのは当たり前だけど一番予算規模のでかい東京と、うん、知事。で、そこにチャレンジして、一発でち知事になっちゃったわけじゃない。うん、<発>すごいよね。で すごいよ、だから考えてみるとね。ほんとすごいと思う。でも、その知事になるためには、やっぱりさ、もともとは新進党から出た人、うん、そして小沢さんと仲良かったんだから、いわゆる野党系だったはずなの。うん、自民党の中に入って、えっ、ー、と、環境大臣やって、えー、防衛大臣までやったんだっけ確か。そうですね。うんうん。環境大臣もやってたはず。 環境省もやってさ、うん、ールービズとか、私が考えましたって、あれ、箱戸が考えたんだけど、うん、一応、あの、小池が考えたって自分では言ってるけどさ、うん、あれ、箱戸が考えたんだけどね。うん、えー、すごい大変だったって言ってた。うん、小池の、小池の相手をしてた担当と喋ったけど。うん、もう、朝と夜とでは言ってることが、真反対のことを平気で言う。はい、うん。で、朝、 こうししてくださいねあわかりまたで夕方になると「あれどうしたの私はあの A と B のうち B にしなさい」って言ったはずだけどって朝 A って言ってたんだけどもうそういうことは平気なんだとまるっきり平気全然普通に呼吸するごとく嘘をつける人っていうねスー嘘嘘嘘嘘嘘嘘ソウソみたいな感じでああのしてる あのー、空気がですね酸素二酸化炭素窒素オルゴンウ,ソウッソっていうのが入ってるんだと思います <laughs> でウッソが99%で酸素が0.5%で窒素が0.3%みたいな感じでこうやって吸ってる空気が違うんじゃないですかねあるいはこうそういうのを吸うと小池さんの肺の中で普通のに二酸化炭素が吐き出されるんですけどこう二酸化炭素1%ウソっていうこの あの新成分がポーって99%の吐き出さからあそうかだから、うん、一緒に活動してる人たちはみんなちょっと、うん、一瞬はやっぱりそれで騙されるんだけどそう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 ,そう,そう<え>だんだん生を出る,る部屋を出ると、うん、部屋を出ると普通の空気に触れてまと戻ってくる <laughs> い<や>正気に戻ってでやっぱりちょっとこいつとは付き合えねえなってことになると。うん いうさでも本当ね、まあ大変な人だと、うん、あのー、言ってたよ。うん、あの,あの担当してた人がさ。うん、で、そのでもん大変な人って、まあ国会議員大変な人すごくいっぱいいるんだけど、うん、もその中で常に権力、より強い権力の、うん、ザ 国会議員になったから、それで満足するっていう人はまあ、国会議員の6割、7割だと思うんだよね。うん、でそこからまた首相を目指すとかうん、うん、大臣目指すとかってみんな一生懸命上の。うん、でも、ゆり子の場合は、国会議員になっただけでは全く何にも満足せずに、うん、さらにその上に。うん、そしてそれで、東京都知事っていうのはさ、白としては正しいんだよね。うん さっきも言ったけど、衆議院議員を何回何期やってたとしても、やっぱり東京都知事に比べたら、決裁権限なんか全然ないわけですよ。うん、俺は東京都知事、すごいよね。で、しかもそれ2期やって、2>, うん、で2期やってる間に、いろいろ自民党がごたついてきて、安倍が生きてればありえないけれども、まあ、安倍もいなくなり。うん 自民党がごたごたして、で、なんか女性首相がどうしたとか、岸田の首をすげ替えるんだったら、小池に戻ってきてもらってとか、もうそういうなんか予約記事みたいな、山のように出て。で、さあ、じゃあ、次は誰を裏切っちゃおうかなって考えた時にさ、まあ、裏切っちゃおうかなって、最初から裏切ようって、裏切ろうと思って、 人と付き合ってるんじゃないと、うん、でも利用しようと思って付き合ってることは間違いない。それはそうでしょうそしてその一番最新の、えー、犠牲になりそうな人がやっぱり乙武くんだよね。いや、本当に。うん。生見たくうん。なんかちょっと俺そこがかわいそうなんだよね。<laughs> 乙武くんがさ。自業自得とはいえね、ちょっとね。 かわいそうね、うんまあ、ちなみにあのう<れ>の中にですねちょっとこれ覚えてますこれ「東京大改革」覚えてないもう <laughs> これ<何>覚えてますって言われても覚えてないとしか言いようがない東京の未来は都民と決めるこれ7つの公約ですあこれなはいこれ <laughs> とえっと殺処分ゼロだけなんとか 達成できたんだっけはいこれであの犬猫ねあのペットペットの殺処分ゼロまあこれ大変痛ましい問題ではありますけども犬と猫だけ達成できましたうほかはペットもう例えば本間さん鳥とか飼ってるでしょまあそういうのは知らん、うん、知らんっていうことになってます<お>でじゃあ一番上の待機児童ゼロに関しては、うん、あのまあ一応減っては来ているうんちょっとだけで、えー、介護離職ゼロ これはですね達成条件がそもそも不明うん不明だよ <laughs> <残>どうやったらできるんだこれ残業ゼロいやこれも別に特にあんま変わってないんとで都市,都市のあの東京都の都のね道の電柱ゼロもう全く進んでないはい全く進んでおりませんで満員電車ゼロうんやっぱこれコロナになってちょっと減ったかなってい <laughs> うん、コロナの時はねあと玉格差ゼロ これねあの東京以外の人からすると何言ってんのかよく分かんない感じだと思いますけどあのいわゆる23区ってあるじゃないですか23区で多摩っていうのは、うん、えっとね23区から出て吉祥寺出てでさらにあの三鷹出てでさらに奥の方まで行くと多摩地区っていうのがあるんですよ田舎ですよね23区と多摩の格差をなくすこれ、ね、達成条件よく分かんないですけど叫んでました はい、これはさえー、っと8年前のやつ今のこれはえー、っとねあの2016年ああじゃあ8年前、はい、に言ってでやっぱりできなかったうんっていうやつで多いよね、うん、7つの「ゼロとか言って公約をちゃんと言っといてうんしかもそれ達成できてないのに日期目ちゃんと通ってしってそうなんよね まあ別にだからもう、あの彼女が言ってる、言うことっていうのは別に、あの達成してもしてなくて、関係ねえんだっていう。うん、すごいね。だって、もそもそも、あの2020年の選挙の時きの、えー、公約、うんであんまもう覚えてないんじゃないかな。まあ、あのやっぱり、コロピーちゃんが流行ってたんでね。 それがちなみにえっと一応選挙小池百合子さんは何を掲げていたかというとですねオリンピック・パラリンピックは都民の理解が得られる形でのオリパラ開催、うん、これを目的としていたらしいですこれは公約の一つで無観客開催これは理解が得られたっちうかまあつうかやったせいで今はもう談合事件とかで刑事告訴になって大変なことになってますけどね であと、うん、高齢者介護でシニアが元気で働き学び続ける機会の提供認知症介護医療提供体制の強化あふわっとしてんな、うんえー、オンライン学習英語力の強化子どもの貧困対策の強化っていうのが教育の公約らしいですできたかな<や>か子どものできたっていう言い方をすればできてるだろうし、うん できてないって言われればやっぱりできてないっていう。もう交通に関してはでですごいな。交通に関しては東京版ハイライン、車から人へ空中回廊の実現っていうふうに書いてますね。何それ初めて知ったんだけど、<laughs> 東京版ハイラインえっ、ー、と何空と空中回廊なんじゃストーリア。はいはいチューブかなんか通すの？えなんか空中回廊を実現する。 何にも今検索したけど出てこないよ。<laughs> え宇宙回路ってなんだよ、っ回って。すごいな。吉村の上行ってるじゃん。うん。うん、空中回路空飛ぶ車がバンバンこの走り回るやつうん。やな,なんかちょっとよくわかんないっすね。<laughs> ま、なんかうん。 もう、ちょっとよくわかんない。もうでも、誰も小池百合子の公約なんか気にもしてない、うんどうあの。批判する人はどうせ達成する気もないって思ってるし、<laughs> であの、応援する人は公約なんかどうでもいいから応援してるてう。<laughs> <laughs> すごい存在ですよ。そう考えると、マジすごいよね。<ー>本当にすごいと思う。 いや全然に1兆円頼んでもこういうキャラクター出来上がらないと思うな。これで勝ち続けるって。すごいよ、確かに。勝ちそれで勝ち続けているんだ。うん、まあでもこういう人の常で勝ち続けないと倒れてしまうっていうね。うねまさにこのナポレオンと一緒でさ。うん、負けたら負けた瞬間に存在価値を失うっていう。うん、なかなかすごい人生だよね、これもね。 そしてそのまあもう72だったっけ ?1 とか2でしょ、うん、で次もう4年やるのか東京都知事、うん、それかその国政に復帰するのかとかってずっと言われ続けた。うん、で、えー、今あのまさに選挙戦をやり始めた衆議院の東京15区に出るんじゃないかってずっと言われてたけど。うんうん 結局自分は出ないでお届けを出した。っていう、つまり自分は多分ね、少しは考えたと思う。自分が出るっていうこと。でもあまりにもそのバックの母体になるべき自民党がひどすぎて自分が出てもプラスにはならねえなと思ったと思うのよ。それでも、 東京十国区に誰か出して自民党にオン打ったれって思ってさ。それで音だけ引っ張ってと。っていうところのその思考はやっぱりすごいよね。自分がその選挙に出なかったとしても、えっと、何かしら自分にプラスになるようにしておくっていうね。それでオンを打って、で、 えー、6月末だったか7月の都知事選にもし出るならば、うん、じゃあ自民党に、自民党も、ま、もう自分たちの別に推薦とか別にもらわなくていいけど、うん、まあ陰で応援してねみたいなもの、うん、を作っておくっていう、いうもう良い周到さ。うん、で、それでもだギリギリまで出馬表明しないで、うん、もしかしたら国政とかさ。 っってていうことも考えるって、えー、やっぱりやっぱりまだまだ上を狙うのかっていうね、うん、だって東京都知事やっちゃったらさその上っつったらもうほんとマジ首相しかねえぜまあ今更ら大臣になってもねえって感じですもんねそうそうそう,そう、うん、でしょ今更、うんうん、ってことは本当に 周りがいろいろ褒め添えやすように首相ってことを本当に考えてんのかって俺はいくらなんでも無理じゃないかなって思っちゃうけどもでも,もまずそもそもいくらなんでもこんな嘘だらけで公約も達成してないのに <laughs> あの続けてること自体が無理じゃねえのって思うところからスタートですからだよねちなみにですねこの 冒頭上田玲子さんっていいう人私紹介したじゃないですか、うん、この人ですねあのー、まあ小池百合子の最近の学歴詐称に関して新証を提出された方なんですけども、うん、あのー、この人が集英社オンラインで、えーまあ、ちょっと記事インタビューを受けてるんですよ。要するにこの元都民ファーストの都民、あのーまあ、ファーストでね小池百合子さんとずっと一緒にやってきたけど途中から離れた上田さんね、えー、がなんか 上田さんとは飲み会禁止令っていうのを小池百合子が出したとかね、うん、要するにいじめじゃないですか「うん、はいじゃあします」ってここでもやってるんですよだから仲間じゃなくなったら「あの人と飲むの?うん」みたいな感じで <laughs> なんかそういうわざわざ細かいことまでやるのねんだよすごいよね そして、まだまだ権力欲は旺盛だったという。うん、なんか一時期さ、なんかちょっと具合悪いんじゃないかとかさ、うん、一緒に住んでいた犬だ、犬だっけが亡く長い間うん、ねうん、生きてた犬がいなくなっちゃった、うん、なくなっちゃったんで、うん、もうなんか気力も紛失したとかって、うん、書かれたこともあったが、やはり権力欲にこうメラメラと、 4年に1回は必ずこうメラメラと焼かれるわけだよ。結局さ。<笑><笑>だから、都知事やってる、この、ね、やってる間もうどうでもいいの、彼女にとっては。あ、これね。これ。まあ、かわいそうだけどね。20歳、いなくなっちゃって。可愛きしたいよね。ーでも彼女にとってはまさに、都知事になるとか。うん。 なんか選挙に勝つっていう時がやっぱりこう、燃えるんだよね、うん、だって最近、だって都議会の俺、仕事してないんでしょいや、してない、全然してない。うん、もう、全然答弁もしないもんだって、うん、うん、もう本当、あのーうん、なんかもう、ファシズムっていうかさ、うん、質問をした人を吊るし上げるとかさ、うん、めちゃくちゃなことをやり始めたじゃない、なんかさ。いや そして補選が来た私も参加しちゃおうかなと思ったけど、まあ、ちょっと住んでのところでやめて、うんえー、なんか誰か私の代わりにでもちょっと盛り上げるやついねえかなっつっいたっつって音だけ引っ張ってきて、うん、で音だけ今ひどい目に遭ってるって <laughs> 怖いすです。こういけるか別に気にしてないっていう。全然気にしてない。<laughs> 波の神経だと厳しいって。 えー、そしてさ、なんか応援に来て謎の発言してるんですよね小池百合子都知事、江東<あ>区民悪くない政治と金巡りとかっていっていや当たり前やろ、そんなんっていやこれ、どういうことかっていうと東京都の15区で江東区なんですよ。で、ここで選出された柿澤みとっていう議員が公職選挙法でまあと捕まって辞めたから補選なんですよ。 で、うん、応援演説にやってきて「高等区民は悪くないんです」とかって「なんかバカにしてんの君」って柿沢美となんてアホをね選んじゃったけど高等区民は悪くないんです柿沢美とか悪いんですとかこここれれれ応応援援にななるののか <laughs> だからさバカにしてんのよもう意味が分からへんねんけどこれまあ区民とか都民どうせね 自分の手下だと思ってんだよ。まあ、うん、そうでしょうね。うん。あ、まあ、なんか頭の悪いね、連中がなんかいろいろやってるけど、別にね。うん、うん。私が、あのー、言っている通り、とりあえずあんたたち、あ,のあんたたち悪くないから、だから選挙で乙けって書いてよねって、そういう意味だろ、これ。まあ、そうでしょうけど。え、だって。 例えば、岸田首相にね、えー、の選挙がありますと。で、広島県民が、ね、例えば、泉健太とか、立憲民主党とか、馬場維新代表とかがやってきて、広島市民の皆さんは悪くないんです。あんなバカな岸田首相をね、選んでしまったのは、広島市民が悪いわけじゃないんですよとかって言われたらさ、入れんのそれ。なんか、むしろ、カチッとこない。本間さんのね、我孫子氏の。 選挙でですよ。桜田義高とかっていうアホを選んでしまった阿ビ子市民の皆さん、あなたたちは悪くないんですとかって無りさい。すごい腹立つ。腹立つでしょ <laughs> 腹立つでしょめちゃくちゃ腹立つ。おう腹立つでしょ <laughs> 正直に言うと、あいつのの地盤は柏だけど。あ、柏か。うん。でもなんか、こいう子、なぜか、ゴートーーは悪くなって、いや、お前に言われることじゃねえよっ <laughs> な,なんじゃこりゃ 僕が、ま、ちょっとわけわかんないことを言ってますけどそれでも強いって人を裏切りまくる経歴は嘘まみれなんなんこいつっていうですね本当にとすごいよね、うん、時代が生んだ怪物というやつだと思いますほ、うんとほんとだよ、うん、ちょっとヒトラーっぽいですもんねヒトラーも別になんか実績があったかっちゅうと売れない画家でなおかつ 戦争にに行って大変な目に遭ったっていうでそれだけで何かどん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 演説だけうまくなって大きくなってったっちゅうところがあるからすごいよな、うん、まあだからこれで補選やるとで28日に選挙結果が出るけど、うん、まあおそらく自民党三立て食らって、うん、岸田の責任追及っていうのが始まると思うんだよね。うん で岸田が責任追及されて破れかぶれで、まあ、とにかく解散・総選挙を打つんのか打、うん、たなかったら9月に首をすげ替えられるのはもうほぼ目に見えているうん、うん、だから打たれる前に打つって言われて打 <laughs> って出るのかやけくそ選挙でやけくそ選挙になった時に百合子がどう絡んでいくのかっていうさうんうん、うん まさにユリ子にとってはあ四年に一度来たまたワクワクが来ちゃったわーあー元気になるわよ <laughs> 私みたいななんならオプシーブも飲んじゃうわそ<や>ら森吉代それ森吉代, <laughs> 森代まあ中わけでねこの小池百合子を裏切って裏切って人騙してそれでも大きくなっていくっていうこのわけのわからなさねこれちょっと次の選挙でまずは大竹さんがどうなるのか。 これ4月わかりますで次に67月に東京都知事の選挙があってもうここちょっとねこのまんまどうなるのか。都知事選挙に出れば出たで対抗馬どうするのかっていう問題があるけど、うんうん、出れば出たでまた面白いけどもあの出なかった場合にどうするのかってことだよね。い<や>出ないで自民党は有効な。 人いるかなうーんでもさあこの間まで自民党に別に属してない人間だったのにいっきなりなんか衆議院選挙1回やって戻ってきた足つあっ次の総裁えっ <laughs> <laughs> 自民党総裁になるなるの <laughs> いってなな <laughs> まあねえ都知事誰がいるんですねここであの私は やっぱり橋本徹が参戦して対抗馬に泉房子がなってもうなんか <laughs> どうもむちゃくちゃの戦いになったら面白いかなと思いますけど地元だちょっと大阪人のイメージ強すぎるもんね、うん、まあねまあね泉房子とかなったらすごい面白いけどね、うん、なったら面白いけどもにもああ彼出ないって言ってるしな、うん じゃあまた宇都宮さんまあ、それでもお年がねじゃあ大人太郎も国家議員やめるっ,つって出てくんのそれもないだろう宇都宮さんはもうちょっと2回やって2回ダメだったからやめた方がいいよねま人だけは2回やってダメだったけど3回目出てるけどね今待ち分けてとりあえず裏切りの小池百合子果たして次はどうなるのかみんなの期待を裏切らず 国政選挙でんのとかも含めてちょっと気になるところではあります。なわけでね、えー、本日は本ウさんと語らせていただきました。もう本当にこの嘘と裏切りに溢れた人が東京都知事で大人気っていうですね。こちょっともうやっぱ日本大丈夫かっていうちょっと本当にあのな何かがおかしくなっているっていうことはすごく感じますね。はい、えー、なわけで、えー、本間さんありがとうございました。ありがとうございます。 はい。今日もありがとうございます。電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様の乾杯がないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったりンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。